ですね、あの5年ぶりの中中両打戦だったんですけど、もうそうですね、まあ、あのこう分かってはいたんですけど、やっぱり5年前とは、はい、もう別人のように成長してて、はい、こっちもなんとかペースを掴もうかなとするんですけど、なんかこう掴みきれないまま相手のペースにもなんか、はい、なったような、はい、まあお客さんにはふざけてるようにしか見えなかったかもしれないですけど、はい、そういうあの本当に誰にも伝わらない攻め合いがですね、はい、試合であったので、そうですね、なんかあの丸め込みで負けたんですけど、まあ本当にちょっとやられたなという、はい、思いが強いですね、はい、また5年ぶりに負けましたけど、私は諦めないので、はい、また5年後でもいいので、はい、必ず5年後まだ続けて向こうがやめてたのも私の勝ちだと思ってるんで